マクラーケニア模式種、エムパタゴーニカ。マクラーケニアは、新生代、新大三期中心ヨ末期から第四期、後新ヨ末期の南アメリカに生息した、哺乳類の絶滅した属。かつ巨名マクラーケニアか。学名は、大きなラマのイ。命名者は、リチャード・オーウェンであるが、発見者は若き日のチャールズ・ダーウィンであった。骨格はややラクダに似るが、全く遠縁な動物である。 南アメリカ独特の夕日爪哺乳類で最後まで生き残ったものの一つ。人間との大きさ比較 M パタゴーニカの全身骨格体長約3メートルとラクダほどの大きさ。比較的小さな頭部や長い首など骨格もラクダに似た特徴を持つ。そのためダーウィンも当初はグアナコの祖先と考えた。しかし足先には跡が3つあり、 これはバクなどのギヒズメ目と共通の特徴である。また、頭部は鼻孔の位置が肺側により眉間の頭骨上部に存在するという特徴は、象ほどではないにせよある程度長い花を持っていた。可能性を示唆する。ただし最近の研究で、マクラウケニアの鼻孔の構造はヘラジカのものと類似していたという結果となり、 水辺の生活に適応した膨らんだ花を持っていたという可能性も出された。足は長くほっそりしており、また関節が強靭かつ柔軟であるため、貧瘡な動物であったと考えられる。一部には猛スピードで走行することも可能で、小刻みに方向転換してスミロドンなどの捕食者を振り切ったという説もある。確かに前足は上司よりも歌手が長く走行に適しているが、 光子においてはその日が逆になっており、アンバランスな足の形状をしている。そのため、走行速度自体はそれほど速くなかったとされる。ヘラジカのような花で復元したマクラウケニアの創造図、マクラウケニア頭骨の図マクラウケニアの墓石場の数は44本と、魔獣類の基本型を保っている。方馬は高葉感化しており、長い花で手繰り寄せた高いところのこの花ど硬い。 植物を食べていたと思われる。一部では、半水性で水中の草を食べたとの説があるが、賛同者は少ない。当時島大陸であった南アメリカ大陸で進化し、草原などに生息していた。500万年前、パナマ地境が形成され、馬やラクダなどの北、アメリカからの夕日詰め類の流入により衰退するものの2万年前まで生き延び、 更新予末期に多くの大型哺乳類と共に絶滅した。ありがとうございます。